おめでとう。目から鱗だよ。まさかこんな日が来るなんて、夢にも思わなかったよ。本当に、おめでとう。何言ってるのこれ、机の上に出しっぱなしだったよ。妊娠検査薬。これってつまり、 そういうことでしょ <laughs> おめでとう。嬉しいな僕もこれで晴れて父親か名前は何にしよう。男の子かな女の子かな今からドキドキするなところで、 僕たちって、いつしたっけ最後に。そうだね。答えられないくらい昔だよね。あて、この場合、それが何を意味するんだろうね。 ねえ、何を意味するんだろうね聞いてるおい、聞いてんのかよ妊娠検査薬なんてさ、使ってるとこ見られないでくれるかなやるんだったらさ、せめてバレないようにやってくれないと。 どうすんのこの状態。せめてバレないようにやってくれてたら、僕だって何も言わなかったのに。<laughs> これが寝取られってやつか。別にいいんだけどね。今更お前がどこで何をして遊んでこようが。<laughs> 別にいいんだけどね。 でどうだったんだよ違うよ。検査結果じゃなくて。その相手と、良かったの悪かったの <laughs> うるさいな。ただ気になるだけだよ。君のせいで僕が今こんな感情になってるんだろ教えろよ。 よかったの悪かったのどっちだよ <laughs> そう。ならよかったじゃん。<laughs> なんだろう。このそわそわした気持ち。君のこと。 しばらく女として見てなかったけど、何か不思議な気持ちになってきたよ。ああ僕としたことが、動機が乱れてる。 そうか。君もよそで、女として楽しんでたというわけか。だけどありがとう。久しぶりに君のことをもっと知りたくなったよ。今夜僕は、君のことをまた抱こうと思う。ふん。礼を言うよ。また僕をその気にさせてくれて。 そうだね。僕は変わり者かもしれない。いや。僕たちは変わり者かもしれない。なぜなら、君はそんな僕に惚れている。いつも、いつでも、戸惑いを覚えながらも、その流れに身を任す。そして、 僕という人間を受け入れる。そう。本能の赴くままに。僕たちは、そうだった。そして僕はやっぱりそんな君を愛している。そう。君と僕は、似た者同士。男と女として。 互いに引き寄せ合ってる。<laughs> とは言っても、二人の濃厚なジョージから離れて久しい今日この頃、どうしたものか。そうだ。久しぶりに二人でお風呂でも入ろう。僕の背中流すの久しぶりだろう。綺麗に洗い流してくれよ。 やってくれたらお返しに僕が洗い流してあげるから。ね。いいやんだろさあ、一緒にお風呂入ろう。そうだ。久しぶりに君に洗い流してもらってるな本当に気持ちいいよ。 さあ、交代しよう。僕が背中を洗い流してあげる。さあ、ここ座って。体に巻いてるタオル取って、背中洗い流すから。どうだい気持ちいいかい の背中を洗い流すのもいつぶりだろうやっぱり一緒に入ってよかったなしかし妊娠検査薬を発見した時はびっくりしたよあの従順で イエスマンの君が、そんな大胆なことをしてるなんて思わなかった。やぶから棒に、君にそんな勇気があったとはね。でもありがとう。なんだか新しい扉を開いた気がするよ。さあ、続々してきた。今夜は、 一緒に楽しもう